おすすめデバイスを紹介していきましょう。まあおすすめっていうかこれしかない。 iPad のタッチと片手デバイス組み合わせたら最強。どうもイラストレーターの森です。今回は iPad の片手デバイスを比較していこうと思います。まあ、iPad でねお絵かきしている方、片手デバイスってねご存知ですか？指でタッチ操作するより物理キーで操作したい、そう思ってる方、片手デバイスがおすすめです。いやー最近買ったんですよ、お絵かき用片手デバイス。 iPad の10キーなんですが、これね使ってる人割と見るし便利かなと思って Amazon でね買ってみました。でその時いろんな候補の片手デバイスを調べてたんですけど、 iPad で片手デバイスってお絵かきアプリによって使えるものと使えないものがあったり、ショートカットを複雑に設定できたり、シンプルな設定だけだったり、アプリによって様々で結構難しい。なので今回紹介する片手デバイスがクリップスタジオ、アイビスペイント、プロクリエイト、メディバンペイント、フォトショップ、アドビフレスコなど、それぞれのお絵描きアプリに対応してるか、使い心地はどうか比較していきます。この動画を見れば iPad お絵描きアプリの片手デバイス事情がすっきりわかる。それではおすすめデバイスを紹介していきましょう。まあおすすめっていうか、 iPad って PC よりもお絵描きで使える片手デバイスの種類が非常にね少ないので、おすすめというよりこれしかないって感じです。まず最初に紹介するのは、私もこの前買ったこの iClever10key、 Bluetooth 接続の 10key です。普通のモデルと Bluetooth 接続があるけど、まあ、Bluetooth のものが iPad に対応しています。人気だし、たくさん動画も上がってますね。まずこの片手デバイスの良さは安さです。2600円くらいで、 Amazon のセール狙えばもう少し安くなる。私は2200円くらいで買いました。そしてカラーバリエーションの豊富さです。緑とかピンクとか白はね結構可愛いよね。私のねパープルです。これしかセールになってなかった。そして押し心地ですが、押し込むときはいいけど、指がね離れるときにピヨーンって反発がほんの少しだけあります。お世辞にもいい押し心地とは言えないけど、悪くもないです。普通に使えます。本体は薄くて持ち運びに便利です。電池は充電式。ショートカット割り当てとして使えるボタンはクリスタで17個。ナムロックボタンを押せばボタン入力が別バージョンになるため、追加で7個設定できます。普段はお絵かきモードで使って、下塗りするときはナムロックを押してボタン配置を変えて下塗りも楽々なんて使い方もできますね。正直値段考えたらいい商品です。ただ使用可能のお絵かきアプリはクリップスタジオのみなので、ご注意を。次はコントローラー型の片手デバイス、8bit do 02。パッと見普通のコントローラーに見えるけど、実物めっちゃ小さいです。ショートカットとして使えるボタンは12個。キーの文字割り当ては画像の通りです。入力文字は固定で変更はできないです。スタートボタンを3秒長押しすると電源がオフになるので、使えるボタンはね12個だけど、スタートボタンにショートカットを割り当てるときは注意。さっき紹介した iClever10key は机に置いて使う感じですが、それだとね肩が痛いって方や、片手をね自由にしたいよーって方はこれがいいかも。で、ちょっと疑問に思うのが、ゲームコントローラーならスイッチや PS5 なんかの家庭用ゲーム機のコントローラーは iPad のお絵かきアプリでは使えないのーって思っちゃいますが、 iPad のお絵かきアプリではスイッチや PS5 のコントローラーは、まあ、現時点では使えません。なぜかというと、 iPad につなぐとゲームのコントローラーとして認識されるからです。 iPad ではキーボードとして認識されないと、お絵かきアプリでは文字を打てないのです。じゃあこの 8bit do 02はコントローラーなのに、なぜお絵かきアプリで使えるのか、それはキーボードモードとコントローラーモードが選択できるからです。この機能のおかげで片手デバイスとして使えるんです。頭いい。接続する際は少し特殊な操作が必要なので、説明書をね読んだりする必要がありますが、そんなに難しくはないです。それでは 8bit do 02
対応アプリはクリスタのみです。いや、さっきからクリスタしか対応してないけど、なんなんってなってきたはず。そうなんです、クリスタは iPad 片手デバイスと非常に相性がいいのです。ほぼ全ての片手デバイスが使えます。その理由がコマンドキーやオプションキー、シフトキー等の就職キー以外のほとんどの動作をショートカットに割り当てられる、かつ自由に設定できる、これがね強いんですよ。例えばいつも使っている水彩ブラシにショートカットを割り当てするなら、ここでショートカットを開いて所持している左手デバイスのキーを押せば、ここのキーにしっかり割り当ててくれます。左下のこの場所は1の入力なので、水彩筆のショートカットに1が割り当てられます。この要領で好きな動作に好きなキーが割り当てられるので、かなり便利で高機能な追いかけアプリです。で、 iPad の追いかけアプリでこれだけ細かく設定できるのって多分クリスタだけじゃないかなと思います。今回紹介している追いかけアプリのアイビス、ブロクリ、メディバン、フレスコ、フォトショなどはショートカットをね自由に決めれません。例えばプロクリエイトだとこんな感じ。ショートカットできる動作はクリスタに比べて少なく、キーも自由に設定できず変更不可能です。なのでこの追いかけアプリのショートカットとこの2つの片手デバイスのキー配列が合ってないので、ほとんどのショートカットキーが使えないというわけです。クリスタは自由に設定できるから使えるという感じです。ちょっと待って、じゃあアイビス、プロクリ、フレスコ、メディバン、フォトショーは片手デバイスは使えないのってなりますが、そういうわけではないです。ですがクリスタよりかなり縛りがあります。そこで次からクリスタ以外も対応している片手デバイスを紹介していきます。このお絵かきアプリによるショートカット固定を打ち砕くべく現れたのがプロクリエイト専用片手デバイス、イエスワード。その名の通りプロクリ用の片手デバイスです。専用片手デバイスが社外から出るくらいにはプロクリエイトでショートカット操作したい方がいるんでしょうね。ボタンにもアイコンが書かれていて、どう押せばどういう動作になるかってのが分かりやすいね。お値段は4000円くらいで、このボタンに書いてある操作の割り当ては違うボタンに設定できないのって疑問を持つ方もおられるかもしれないんですが、これはね固定です。なのでこのショートカットの設定のまま使わないといけません。自分のスタイルにぴったりとはいかないわけです。これはプロクリエイトの特性上、ショートカットの変更がクリスタみたいにできません。なのでこのキーに書かれているショートカット操作しかできず、カスタムできないわけです。プロクリエイトのショートカットはめちゃめちゃ細かいといえばそうではなく、よく使われるであろう操作がショートカットに設定されているという方式ですね。そこまで自由度はありません。なのでこの専用片手デバイス、パッと見操作しやすそうに見えるけど、ところどころそのキー使うかとか、この配列微妙じゃないってのはありますが、キー操作や機能は個人個人で違うので、ある程度大きな心で受け入れて自分の好きにカスタマイズするのではなく、自分自身がこのデバイスに合わせる努力が必要となります。ね、この片手デバイス第1世代と第2世代があって、キーの配列が違うのでお好みの方を選んだらいいかも。名前が違うのは日本にローカライズされた名称がイエスワードだからです。本当はね、青いキティって名前の製品で、第2世代は日本にローカライズされてないので名前が違うというわけです。こちら対応機種はプロクリエイト、クリップスタジオで、フォトショップがほんの少しだけ使えます。プロクリエイトと iOS 版のフォトショップはショートカットがね一部似ているためです。まあ、でも6、7割くらいしか使えないかな。で、メディバンとかアイビスとかフレスコはバッキーが合ってないので使い物にはなりません。じゃあ結局プロクリエイトとクリスタしか片手デバイス使えないのと思っている方、次のデバイスはなんと Zoom の追いかけアプリに対応している片手デバイスです。それがこちら、クーラートローン片手キーボード。見た目はキーが少ないキーボードです。自分で好きなキーを好きな場所に割り当てられる片手デバイスです。お絵かきアプリ内でショートカットキー好きに割り当てられないなら、こっちの物理キー側を割り当ててやればいいじゃんっていうね、強引なやり方です。
ただこのキーボード設定が少し難しい。まず PC が必要です。そして専用のドライバーをダウンロードしてソフトを起動してごちゃごちゃっといじってキー設定しないといけないです。ちょっとね難しそうね。接続が iPad に挿す側は USB-C ケーブルなんで、まあ、iPad に普通に挿せるじゃんと思ったら、まあ、それだとね動かないらしいんですよ。ドッキングステーションみたいなのに挿さないとね動かないみたい。ちょっとかさばるよね。まあ、とにかく話聞いただけでも難しいけど、その先にあるのは天国。お絵かきアプリ全てに対応しています。あれ？え？ああ、はい。大事なことを伝えていませんでした。いくら好き勝手キーを入れ替えても、アプリ自体にショートカットが設定されていないと意味ないのです。なので、お絵かきアプリがどの程度ショートカット操作に適しているのかというのを星3つでランク付けしたので、ちょっとここもチェックしていただけると嬉しいです。まず、さっき紹介したクリップスタジオは、ほぼ全ての動作にショートカット割り当て可能。全ての片手デバイスと相性がいい。評価は星3。プロクリエイトはこのような動作がいけます。まあ、多少はねありますね。ブラシ類は個別にできないので、主にタッチと組み合わせて片手デバイスを使うって感じ。評価するなら星2つ。 iOS 版フォトショもプロクリエイトと同じくらいのショートカット割り当て数ですね。同じく星2つ。メディ版もそれなりにショートカットは豊富です。これだけあります。プロクリエイトやフォトショットの違いは拡大縮小もショートカットが使えることです。星2つ。この星2つのアプリたちは片手デバイス使っても使わなくてもいいかなくらいのレベルですね。で次は Adobe フレスコ。フォトショット同じ会社が作っているんだけど、ショートカットはね結構違くて、なぜかかなり少ない。 iPad のタッチ操作特化って感じ。評価はね星1.5。片手デバイスどうしても使いたいってなら使っていいかなーってレベル。そしてアイビスペイントはこれを見てくれ。なんと使える動作はコピー、切り取り、貼り付け、取り消し、やり直しのみです。片手デバイスと相性悪すぎ。ほとんどショートカットないじゃん。ってことでアイビスは片手デバイスを置物や観賞用として使うなら使っていいってレベルです。評価は星1。まあそんな感じで片手デバイスをまとめたわけですが、なんだかんだで iPad で絵を描くならタッチ操作がねやっぱ強いんですよ。 iPad のお絵かきアプリってそういう風に設計されてますからね。クリスタは PC の UI をそのまま持ってきてるから、片手デバイス相性最強、全ての操作を補えるわけじゃないけど補助として使うなら非常にね優秀ですね。でも机にスタンドを置いて iPad を置いてですると肩が凝るなとかあるので、そういう時はね片手デバイスを使ってみるとかしたら快適になるかもしれん。最後に iPad の片手デバイスは多少不具合があったり使いにくい箇所があったり記載がよくわからんかったりしますが、片手デバイスはねそんなもんです。 iPad でも PC でも片手デバイスは不具合がね多少どの製品にもあります。ニッチ市場の製品なので多少は我慢が必要になってくる場合もありますが、広い心で受け入れてあげてください。それでは今回はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローにコメントなどよろしくお願いします。